北国新聞と富山新聞が一面記事でラサール維新氏を名指し批判。被災地の地元メディアが完全にブチギレる。がネットで話題。内容はこちら。被災地の地元メディアがラサール維新氏にブチギレているようです。では内容を見てみましょう。高橋、富山。北国新聞、富山新聞が今日の一面記事でラサール石井氏のツイートを実名名指しで取り上げてるの。被災地地元のブチギレ具合が伝わってよい。トゥーンベリゴン秘宝。ラサール石井、北国新聞、富山新聞より、ラサール氏の投稿は誤解を招きかねない内容だと名指しで批判される。猫の目。北国新聞とは地場の新聞社であり、当選社員の中に本人、親族、友達エトセトラが被災した人間が多くいる。名指しするほどの怒りは地元被災者の怒りであることをラサール維新は噛み締めるべき。被災地の地元メディアや多くの国民の批判を受け、ラサール維新氏もやっと当該ポストを削除したようです。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。雪降るの分かってたから、ホテルへの避難に躊躇してると投資の可能性もあるから必死で説得してたのに、東京でのほほんとしてる人がデマ撒き散らしたら、そりゃ切れるわ。ラサール石井の件は、被災地の北陸だけじゃなく、災害の多い日本では、全国的に後世に語り継がれる事件だろうな。これ災害時の代表的なフェイクニュースって残っていく気がする。安全圏からデマを撒き散らす。ラサール石井氏のデマルフは、完全に熊駆除クレーマーと同じ構図ですね。次はこちら。これどうするの？ベクレ発言並みの大問題だよ。左翼界隈は山本太郎やラサール石井を早く黙らせた方がいいぞ。この後に及んでラサール石井氏を擁護する人がいるのが何よりすごい。あの類に人の心はないんだろうな。過ちながら謝らない病が重い。ラサールは北陸の民を敵に回したね。被災地を敵に回していいのかね。今こそ仲間である令和信者が山本太郎氏やラサール維新氏の行き過ぎた行動を注意すべきだと思います。次はこちら。ラサール維新さんの頭の悪さというか、ろくに確認せずデマを流したことが、ただネットで話題になっただけではなく、地元被災地からも切れられる結果に。当たり前だけど、懸命に擁護していた人たちも、きっと同じように被災地から嫌われてるよ。北国新聞は、読売新聞の避難所の自販機破壊デマの時も、直後に訂正記事書いていたし、被災者のために頑張ってると思う。北国新聞は、地元被災者のために、二次避難呼びかけの記事を必死で発信していた。当然ラサール維新に切れるわな。地元紙、要するに被災者の声ですね。地元が怒ってるんだから、もう土下座程度じゃ済まないぞこれ。ラサール維新氏は、自分が流したデマがどれだけ問題なのか、しっかりと自覚すべきです。最後はこちら。修正したとはいえ、これまでも条件反射の政府批判。アンケート取って思った通りにならなければ無視。人間性がよくわかる。名前使われてる学校は訴えてよマジで。石井を咎めないところを見ると、ラサール高校もパヨクなんだろう。何が何でも政権批判を生きがいにするとこうなってしまうっていういい例。妨害が生きがい。風評被害芸人崩れ。もう、暴言のバザール石井でいいと思うぞ。これに懲りて、脊髄反射で批判するのをやめてくれたらいいのですがね。結論。ラサール石井氏が今回流したデマは、雪が降り積もる寒い中、暖も取れない被災者が、ラサール石井氏のデマを信じ込んでしまい、
お金がないから旅館やホテルには泊まれないという考えに至り、二次避難を断念してしまう恐れがあるほど、人命に関わりかねないデマだったのです。そんな悪質なデマだからこそ、岸田首相が異例の注意喚起を促したにもかかわらず、ラサール石井氏は当該ポストを削除せず、被災地の地元メディアが実名で報道したことで、やっと当該ポストを削除しました。ラサール石井氏は、自分のデマのルフにより、どれだけの問題が生じるのか理解できていますかい？もしも理解できないのであれば、今すぐ SNS をやめるべきだと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。